キットの中でバブミ先生が誕生日と言ってましたけれども、10月31日は菅原さつきのリアルバースデー。あら、そうなんだ。本当に31日、はい、いくつになったんですか？18歳になりました。成人ってことじゃん。18歳の年は大人っぽくかっこよくバカやっていけたらいいいいね、バカやっていけたらって。